よいしょ。さあ、確かにここ走ってたらジャングルみたいになるんじゃないですかね。ジャングルライド。よほほ。はい、こんにちは、池田です。コビトライドっていうのをちょっと映像としてですね、残していこうと、映像作品として撮ってみようと思います。コビトライドって何かと言いますと、海外のですね、自転車の動画を見ているとすごい景色のところがあるんですよ。本当にもう何回も何回も毎日上げてるような方もいて、どうなってんやろうなと思ってですね。で、普段自分が生活している周りのところを見ても、そんな壮大な景色みたいな場所はないんですね。ですんで、実際に走ることは難しいんだけども、何かですね、この動画、映像として、まるで走っているかのような、気分にならないか、なれないかなと思いまして、考えたのがコビトライドです。ではですね、どんなものか。って言いますと、人間がこう小さく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 なって、こういう小人になってですね、もし自転車でライドしたらどんな景色が広がってるのかなというのをこう映像でちょっと残していくっていう感じです。どんな感じで撮れるのかですね、正直まだ分かんないんですけども、徐々に徐々にですね、なんかいい感じになったらなと思って、やってみようと思います。ではその1回目いきます。よし、ではスタートします。ヒューおーしょ。さあどうですかね。では行きましょうか。いやー、どんぐりが結構こうやって見ると大きいですよね。ん？こんなところも登れたりして。よいしょ。あっちゃい。ああ。さて、この草とかもですね、なかなか苔の上を走るみたいなのも。気持ちがいいですよね。よいしょ、よいしょ。やっぱり、うん、この壁というかビルのような木あっち行ってみましょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。さて、この石畳の上とかもですね、こうやってどん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 と行けば、草木のところを登ることだってできると、まあこういう感じでですね。よいしょ、よいしょ。さあ、あっちの雑草がいっぱい生えてるところもいい感じ。よいしょ、よいしょ。この壁際とかですね、ちょっと走ってみようと思います。なかなか普段見れない感じのところじゃないですね。あ、なんかアメちゃんの袋が。よいしょ。さあ、橋。おっとっと。雑草の横をこう、と走ってみる。うお、こうやって走るとすごい。うお。すごいオフロードみたい。よし、ここから U ターン。よいしょ。この石畳というか、やっぱりこうやって見ると岩畳というか、結構大きな石がゴロゴロしてますね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。さあ、じゃああっち行ってみましょう。よいしょ。さあ次は枯れ葉の中に入っていきます。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。もう一回木に登ってみましょうか。そう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 。
ジェットコースターみたいですね。いやー、上がらちゃった。あれ、こんなところに天敵、釘じゃないわ、枝やった枝が釘みたいに見えました。さあ、ここはこれぐらいにして次に行ってみましょうか。よし、じゃあこれで次に行きます。よーいしょ。さあ、別の場所に着きました。早速こう岩を登ります。よいしょよいしょ。なんかこう、こういう崖のところもですね、ほほほ、走ってみると、ほ、いいですよね。こっちに、おーっと落ちてしまったりとか。よいしょよーい、いって、よし、こっちに今度は行って、なんか虫が飛んでますね。さあ、グラベルに入ります。よいしょ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 。人間もすごい大きいですね。こっちの方に何かあるので行ってみます。また登ります。よいしょよいしょ。ここは野球場ですね。野球場が見えます。よいしょよいしょ。さあ、では今度は草が多いところに行くのかな。てか、もう草がだいぶ減ってきてるんで、あるの雑草がいっぱいあるところ、ちょっと走りたいですね。じゃあちょっと次行きます。よいしょ。よし、雑草のとこ見つけたよ。おお、すごい溝。よいしょ。さあ、確かにここ走ってたらジャングルみたいになるんじゃないですかね。ジャングルライド。よほほ、なんか植物が、お、でかい、結構。よいしょ。あ、なんか溝がある。おお、真っ暗。クラス、溝の中とかも走ってみよう。よいしょ。よいしょ。おお。わあ、すごいトゲ。よしよしよし。トゲが多いですね、これ。よいしょ。さあ、こっち、坂を登ってみよう。よいしょ。うわあ、すごい洞窟みたいになってる。んじゃこれ、すげえな。入っていけんだよ。もう今日やめとこうか。よいしょ。さて、だいぶ上まで来ました。すごいな。よいしょ。葉っぱがこんなところにたくさん溜まってる。よいしょ。なんじゃこの実、なんかブルーベリーみたいに見える。こんなとこにブルーベリーあるか。なんやろ。よし、こんなもんかな。では掘りましょうか。よーしゃ、よいしょ。うよ、こんな感じかな。テル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 という感じで、戻るというところです。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと小人になってみて走ってみたですなんか、どんな映像になってるかは、後でちょっと見てみないと分かんないんですけども、身近なところをこう映像として見ると、結構壮大なところに見えるかなという、試みでした。では、今日はこの辺りで終わります。どうもありがとうございました。